4番乗り場に列車が参ります。危ないですから黄色い線展示ブロックまでお下がりください。 The train is arriving soon. For your safety, please stand behind the yellow line.今日はね、まあちょっと忙しいよね。網走駅のロケもせにゃいけんし、コインランドリーも行かにゃいけんし、知床も行かにゃいけんし、知床はね、オホーツクの旧の舞台になったから、うん、電車が走っとらんねん。これね、昨日言ったね、網走監獄、網走監獄、チップス、ポテトチップスのがあってからね、うん、網走監獄がかつて日本で一番脱獄が困難な場所と言われ恐れられていましたって言うて書いてあったね。これね、多分ね、いろんな有名になったいろんな説のうちの一つじゃろう思うんだけどね、あ、初めて知ったよね。かつてはね、一番脱走が困難な刑務所で有名だったりして、この時裏返していや、今は脱走しやすいいうことやね脱走しやすいだったんだこれ動画の話はどうでもいいんだけど、まあ、今からね、網走駅の方へ行って、うん、網走駅には貨物列車は来ません。この時まあどん兵衛でも食ってね、のんびりして、それで網走駅言うたらね、この網走刑務所からね、もうほんまに車でね、5分か6分それぐらいのところに、もうすぐ近くにあったからね。まあ網走の町自体がそんなに広いわけじゃないしね、うん、もうすぐ左でね、網走川いうのがあって、もうほんますぐよね、うん、5分か走ってないんじゃないかね、だいたいそんなもんよ。3年前の旅行の時はね、ここもバスで通過しただけで、これが網走駅ですって案内されただけで、ああ、ようらんかったんだけどね。なんでこれルパンの絵が描いてあるのかね。ラッピング電車に乗る。ルパン三世の漫画ってわしらが生まれる前からあった漫画だけね、それがね、未だにね、ああやってね、語り継がれるようなね、結局ね、今の漫画が面白ないよ、面白ないけよ。みんななんか若い人でもね、ルパン三世とかね、ドラえもんとかね、未だに昭和の漫画じゃもんね、うん、
それはね、中にはワンピースじゃ鬼滅の刃じゃ言って言うのもおるけどね、そんなのね、ごく一部は結局ね、ああいうね、しょうもない漫画に比べたらね、昭和の漫画の方が絶対面白いもんね、どう考えても。何が鬼滅の刃や言うような感じよね、こっちから言わせて。何がおもろいか、まあ、ドラゴンボールのパクリじゃろうがいいわけじゃない、結局ね。ドラゴンボールでもね、昭和の漫画だけど、いまだにね、ああやってね、若い人、子供らがね、面白い面白いってね、映画なんか見に来てね。うん、まあそんな話はどうでもいいんだけど、でもコンビニじゃないわ、何言うかね、これコインランドリー来てね、ほいで、あの洗濯しょうの間、買って、まあ、あのボケとしとってもしょうがないけどね、まあ、ボケとすること時間帯もあったんだけども、まあ、うん、あってね、これ、まあ、この画像だけじゃ何しょうのか分からんけど、爪切ったりね、ほいで、まあ、洗濯物がね、あの乾燥機が終わったけ、まあ、買って、取り込んで、これで言うね、今からね、網走港とかもね、行かないけんしね、今日ね、知床も行かないけんし、これで最終的には根室はね、オホーツクの気流の舞台にはなってないけども、あくはね、東根室でね、日本最東端のね、我が国で一番東の駅いうことでね、あくはね、やっぱり行かないけんね、こっちとしてはね、まあそういうような段取りで、まあ、最終目的地は根室なんだけどね、まあ、今から網走港の方行ってからね、網走港はオホーツクの旧の殺人事件の舞台になったんだけどね、第三の事件の殺人事件、もともとね、シナリオ的にはね、東京の晴海埠頭の方で第一の死体が上がって、それを調べる間にこの死体の身元があの北海道の緑川じゃないって言うのね、釧路か、釧路の緑が丘いうところね、あここがの人間じゃないのが分かって、まあ、あの北海道へ渡ることになってね、で第二の殺人が、この後ちょっと行くけど、北浜駅で、ね、第二の殺人事件が起こって、第三の殺人事件が今から行く、なんや、網走港か、これ、なんや、これ今、これ北浜行こうかね、これ。ああ、網走港の絵は撮っとらん撮っとらんの、ね、ああ、網走港はね、写真撮ってきただけで、ああ、網走に行った動画は撮ってないね。網走港が第3の殺人事件の現場になってて、これをね、北浜はね、第2の殺人事件の現場。この北浜駅いうのも有名なんやね、これなんでかやってで、置いたらね、後で聞いたんだけどね、高倉健かなんかの映画で出た舞台らしいね、これ。ほいでなんかみんな知っとるよね。北浜駅もまあ有名なところよね、有名な、ちょっとした観光地になったとかでね、高倉健かなんかの映画で出たんじゃいてね、言おったね。ほいでね、まあ、北浜駅はね、まあ3年前にも来たんだけどね、これ開けてこの駅舎の中ね、もうこれ見てみんさい、これ名刺がね、いっぱい貼ってあるよ、誰じゃ彼じゃってからね、これずらっとこれ全部名刺とかね、名刺じゃないのもあるけどね、要はね、自分がここへ来ましたよ、証を残すためにこうやって記念ためにこうやってね残してね、天井の上これなんかもう脚立かなんか持ってきたんですよね、これ絶対天井の方は地元の人間じゃないとようやらんじゃろけね、わざわざあった遠いのもんがね、わしらみたいな広島の間のもんがあるよ、天井に貼り付けようと思っていちいち脚立なんか持ってきゃへんけね。でさっきの坂口達夫の名刺はね、あれはね、もう座布団1枚よ、あれね、ほんま、オホーツクに Q のね、登場人物でからね、本当はね、坂口達夫いうのはね、網走港で殺された人の、網走港で殺された3人目の殺人の死体がね、スーパーの社長のなんだけどね、それ の, あの部下みたいな人なんやね、秘書か。それ人が坂口達夫の人でね、坂口達夫いうの写真撮ってからね、名刺作ってからね、誰かがこう貼ったんじゃろうね、あれもやっぱり地元の人間がやったんじゃろうかね、あれね、
まあ、アイディア自体は面白いね。うん、これが、まあ、北浜駅です。こうやってね、あの赤字で書いたのが、ね、オホーツクの湯の舞台になっとる。これ写真撮ってこれで原稿で、ね、写真撮ったらあとチェック入れてから、これでもういよいよこれほんまに1分か2分ぐらい走らせた西武丸とかって北浜の幅見えるとかっていうのは、厳密に言ったらね、まあ、あの北浜駅のところの浜辺が、あのゲームの舞台にはなったんだけどね、降りていかれんけんね、浜辺取れんかったけんね、まあ、その近くの浜辺でも写真一枚撮って帰ろうか。うん、おいでね、まあ、あのこれね、あの釧網本線いう線路でね、もう全然電車来やへんよ。まあ、さっき北浜駅のところでね、あの時刻表をちらっと映したらね、2時間に1本とか3時間に1本とかやね。この路線もないなるね。あと5年もたんじゃろ。これでまあ今からね、あの今度はね、あの知床に行くときもね、ウトロの港がね、ウトロの町とウトロの港が大きくの PM に舞台になるので、まあ、そこへ行ってから、うん、まあ、ウトロと知床には近いんですね。まあ、これでまあ今からウトロに行くときね、さっきセイコーマートでね、結び空港でからね、それ食いながら、であとゴリラ見ながらね、足を変えることで、これまだオホーツク海でございます。俺これ見ながら、まあ、ウトロの方行くんだけどね、北浜からウトロまでね、まあ、2時間はかからんかったかね、2時間弱ぐらい。これね、こう右行ったらね、あの なんとか危機知床のホテルがあったからね、なんとか知床危機だったか、危機知床だったか、ちょっと今日忘れてけどね、はい、右行ったらあるで、ね、まさかこっち、あの交差点左行ったらね、ウトロの港がある思わんこうにね、3年前の旅行しようと思ってるね。これでまあ、このウトロの港には来てない、結局3年前はね。ここなんかね、オーロラ号いう船があったからね、どこと繋いどるって言うたかね、忘れたんだけどね、なんかね、もう絵とタコないよね、このフェリーもね、あの船乗ってくれね、なんかもう観光船になっとったからね、うん、ウトロの港のこれ、ああ意味左のことだね、これね、これ乗ってからね、観光船みたいになっとったからね、もう どこ行くか知らんけども興味がないもんだけ。それでまあ写真アクを1枚撮ってからね、また今度はね、知床ね、知床5号はね、湖の写真はもう持っとるけね、午後の方までは行かなかったんですけどね、今度知床午後のそこの駐車場がね、あのオホーツクの旧の舞台になっとるけど、あこれ写真撮るの忘れてたけね、3年前にね、3年前にね、あこれ写真撮っときゃね、駐車場ね、駐車場の写真撮っときゃ、今行かんでもいいかって言うんだけども、も忘れとったけど、しょうがないし、今言うんだけどね。ほいで、知床午後いうのはね、駐車場止めてからね、歩いてから回らにゃいけないんで、また後でね、その、看板に書いてあるその地図が出てくるけどね、あれ知床5個いうのはね、1個2個3個4個5個いってからね、いや数字が書いてあるだけでいいの、知床5個なんだ、富士5個とはわけは違う、富士5個はちょっとねちゃんとしたい言い方がおかしいけど、名前がついてるんでね、
本都市港とかね、中山港とか、あ、山中港か山中港、川口港とかね、あと、ななあと何ですか、小人島、あと、西湖あの5つね、名前がある。これで知ると、ここからね、1個、2個、3個、4個、5個って書いてあるんだけど、あ、これで、これで、あの、駐車場止めるか、みんな歩いてもやらなきゃいけない、もう大激ええわ、思ったら。1個の写真はもう撮ってるしね、ここでもう殺人事件がありましたような感じよね。あ、そう、あれ3年前の時はね、あ、この緑の通路はね、工事かなんかしようってね、行かれんかったよね、2個、3個、4個、5個の方はね。で、1個の方しか行かれん、これ、茶色のルートしか行かれんかったよ。まあ、1個だけ見てて帰ったんだけどね、あの時はね。あの時、まあ、2個、3個、4個、5個は見とらんけ、まあ、行ってもよかったんだけど、まあ、歩くんかったらいけんわ、やっぱええよ、思ってからね。うん、行かねえけんところもいっぱいあるし。ほいったら、あの、これ、知床峠ってね、知床峠を通ってからね、あの、根室の方へ行けって言ってね、Google マップがね、あの、すぐ見えてね、がね、まあ、ものすごい霧をね、この高いところにあってからね、もう、ね、登りとかぐんぐん登っていってからね、けども暮らせども、これも霧ばっかりでからだもん、見えりゃへんやもんな、何も見えんのじゃけ。これね、確かに3年前もね、タコバスここ通ったと思う、おそらくね。まあ、下ってからで、ね、ここまで降りてはね、まあ、霧は晴れるというかね、天気が悪くなってからね、まあ、うん、で、まあ、海の見事、これは、これはもう太平洋じゃけえね、これは。オホーツク海もう終わったけどね、うん、まあ、まあ、太平洋見ながらね、根室の方、根室の方までね、まあ、ちょっと走ったかな、2、3時間走ったね。どっちか言ったら太平洋の方が荒れとるね、日本海とかオホーツク海とか大勢かじゃなくて、まあ、たまたまなんじゃろうけどね、たまたまなんじゃろうけど、まあ、どうでもいいんじゃけど、でね、あの一応ね、 10リットルのタンクも持っていっとったけどね、まあ、まだ水が残っとったけどね、なんとかね、6リットルぐらいあったけどね、まあ、他じゃないがね、もう数%寄るのめんどくさいよね、もう700円ぐらい払うともいいんだけどね、いちいち Google ナビで調べてからね、もう数%探してからね、入りに行くのめんどくさいけどね、いや考えてみたら、だってシャワーのね、カーテンするのめんどくさい、まあ、ちょっと あれはちょっと心配したね、もう水のタンクは半分切れたけね、もう、まあ、どっかね、水がないんだったら、どっかガス水などかなんか調達しようか思ったんで、もうそこまでせんでもいいわけだもん、めっちゃ早いしね、もう、ほうでね、もうシャワー浴びる間にね、いっぱい蚊に刺されるしね、ちょっと、あれは心配したないう感じはね、もうせんけ、ね。ちょっと金かかっても10%入った方が、ね、汚れたら気分がいいです。ほんで根室の真ん中で、あの根室ってね、そんなに標高が高いところじゃないんだけどね、天気が悪いのもあってね、ほんで霧は濃いしね、3年前も来たけどね、3年前はそんなことなかったんですけどね、明日焦がなかったらもう何も撮ってもできない、写真も撮れはどうしようかというような感じだったんですけど、ね、まあ明日はね、まあ、天気は悪かったんだけど、ここまで霧がひどなかったけどね、まあ、助かったんだけど、これでね、当初の予定ではね、もうちょっと先の
セブンイレブンで寝ようか思ったんだけどね、走るライダーにね、えげなところがあってね、まあ、まあここでええか思ってね、まあ、えっと離れてないんで、ね、近くではあるんだけども、うん、まあ今日のところはここで、うん、寝ようかなと思った、うん、まあもうここから先はねもうルーティンな感じでね、もう毎日毎日同じようなことばかりするんだけどね、食べるもんも一緒ですね、他の動画誰も見んちゃう、ここがな面白ない動画ね、ほんま他の人のね YouTube の分はね、まあまあ前も言ったかもしれんけどね、車の中で料理作ったらね、今日は何作りました、あれ作りました、わし ないけんね、何にも毎日毎日コンビニでレモンサワー飲みながら、あのコンビニの弁当でね、ああ見るもんも三国志とか働くおっさん人形かどっちかばっかりですね。ほいで、毎日やっとることが一緒だけどね、この動画誰も見んわね。10時15分まだ飲みよんかい。明日で、明日は明日最東端の、ね、東根室の駅の方へ行ってから、マシューコ、クッシャロコ、アカンコ回って釧路へ行くと。まっすぐ釧路行きゃね、もうほんま2時間ぐらいなんですけどね。また明日。ご乗車ありがとうございました。